ジーテック対策。どうも、篠原です。今回は新しい受験制度に対応する GTEC の対策について話したいと思います。GTEC 知らない人もいるかと思うんですけど、英語の試験です。まあ英検の新しいやつみたいなもんですね。で、この GTEC なんですけど、結論から言います。対策をしないのが一番の対策です。はぁと思ったと思うんですけど、どういうことかっていうと、 GTEC って言われて、今後じゃあただ GTEC、7ですって言われて、ってなるんですよ。それが果たしてすごいのかどうかがいまいちまだよくわからない試験、新しすぎる試験なんで、いまいちこの試験がどういう役割があるのか誰もよくわからない。正直俺もよくわからない。これは大学受験の、その何、大学の教授たちもよくわからないんですよ、どれぐらいすごいかが。で、大学の人らもよくわかんないし、その後就職した後、就職活動の時もよくわかんないんですよ。なので結論から言うと、 GTEC で7取りました。これすごいんですけど、でもこれの凄さがわかる人は正直あんまいないんで、 GTEC 対策するだけ無駄。できれば GTEC じゃなくて英検の方がより世の中に認知されてるんで、可能ならば英検を頑張るべきだと篠原は思います。まあもちろんね、GTEC やってるのがベネッセで、もうベネッセが好きだと、出身がもう岡山だと、そういう人はもう GTEC やってもらったらいいんですけど、やるんだったら英検対策をやった方が、自分のためになるかなと思います。それでもね、まあ一応やらないといけないっていうことで言うと、はっきり言って、まあ俺の塾生も優秀な新高2のやつがこの GTEC 受けてて、まあ右肩上がりで成績が上がってるんですけど、もうね、対策してないです。 GTEC 対策、特にリーディング、何もしなくて普通の受験勉強で十分点上がります。そしてまあライティングも正直それで十分点上がります。そしてリスニング、これもほぼ対策してないんですけど、まあそいつもこれレベル7取ったんで、正直対策せんでいいと。やるとしたらスピーキングですね。これは多少なりとも対策がいるかなと思います。スピーキングなんですけど、どうでしょう。GTEC の問題、例えば4コマ漫画見せられて、それについて説明しなさい、まあ英検のパクリですよね、完全な。とか、あと絵を1枚見せられてそれ説明しなさい、昔の東大のパクリなんですけど、っていうそういうやつに対して、まあ2つ対策があって、まず1つが純粋に英語力を鍛えるっていう、その英会話力ですね、これを鍛えるっていうのがまず一つの方法です。そしてもう一つが、この日本語でとりあえずそれができるかというのをやっていただくと、何か絵があった時に、それをまず日本語で説明できるか、そしてそれを英作文できるかっていう方向に持っていくんですよね。でもうそしたらこれはライティングの力になりますんで、正直まずこの日本語で特徴を言うっていうことと、それをライティングする、脳内でバーッとライティングして会話として口から出すということができれば、まあ正直ですね、普通の中高生相手に、まあ、GTEC 対策としては十分だと思います。実際にネイティブが目の前に出てきた時に一番大事なのは度胸です。正直言って、まあ篠原も発音下手くそです。いざアメリカにほっぽり出されても、なんとか頑張って日本に帰ってくる自信はあります。それなんでかっていうと、肝が座ってるから、俺は英語ができるんだという自信があるからですね、っていうことなんですよ。で GTEC においても、俺は喋れるって思ってたら大丈夫です、とりあえず。だからまあ何回か問題演習してみて、でそれでまあこのまず日本語で言ったらどうなるか、そしてそれを英会話というかライティングできるかどうかっていうことでやってみていただくと、あとはその反応速度を上げていくというところですね。例えばなんですが、こんな感じの問題が昔の東大で出ました。鏡を持っている男性が驚いている。なんで驚いているかっていうと、鏡で映った顔が、自分の表情と違うという問題がありました。でこういう時にとりあえずなんですけど、まず一番最初パンと言わないといけないこと、まず要素としてはここなんですよね。He looks surprised で、何に驚いているかだというところで、こうミラーですよね、このミラーに自分の顔と違う顔が映っているから驚いていると私は思うって言えばいいんですよね。
っていう、まあ要素が2つあるわけですよ。で、この要素の2つを言えば、とりあえず英会話としてはもうとりあえず OK。 単純に彼は驚いてる、 Be surprised であると。で、それはなぜかっていうと、ミラーにディファレントなフェイスが映っているからだということを、もうそのまま言えばいいだけなんですよ。英会話でもパパッと言えばいいだけで、これってもう中学校レベルですよね。中学校レベルの英作というか、まあ英文なので、もうそれをやっていただければいいというところになります。はい、ということで、新しい受験制度対策の GTEC 対策について結論から言うと、 GTEC やるより英検やった方がまあ身のためだと思いますよという話でした。まあ学校でね、強制的に受けさせられるので、まあやむなくやる場合、リーディング、ライティング、リスニングに関してはもう今まで通りの勉強していただいたんで結構です。俺の言う通りやってください。スピーキングに関しては、単純にまず日本語を思いつくか、そして、それを口頭で英作文できるかという2つの力、中学英語で十分ですので、それができるか、あとは度胸ですね。度胸があれば大丈夫、元気があれば何でもできるというところですね。まあやっていきましょう。ということで、今回のはこれで以上です。お疲れ様でした。